長坂本さんです。よろしくお願いします。炭の性質はね、はい、こういうふうに炭の中身たくさんの穴が開いてます。炭の中に、非常にたくさん穴が開いてまして、うん、この穴が匂いを消したり湿気を吸ったり、うん、水を浄化したりする働きがあるんですね。おで、備長炭って非常に硬いですね、うんうん、高度が15度以上、備長炭いいのになりますと20度ぐらいになりますね。ですからえのほど硬いんですね。ノコギリでは切れません。ナタというのをね、叩いて折って長さを揃えてるんですね。えのほどあの穴が少ない多い多い多なる多い、うん、なるほどね。絵の高いですよね。そうですね、うん、あの炭 1g に対してね、うん、穴の表面積合計すると250平方メートル。250平方メートル書いてますね。本によっては280って書いてますね。へえ、考えられんよ、ね、うん、ちょっとわからん方、はい、で、うん、備長炭でバーベキューするとなんで美味しいかっていう、はい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 、ね、それ聞きたい聞きたい、はい、はいはい。で、うん、これ備長炭出す時の温度が、はい、1200度以上ありますね、うんうん、ですからここで、不純物がみんな飛んでしまいまして炭素の塊になります、うんうんうん、次に燃やしましても、うん、匂いも出ない煙も出ない、うんうん、で遠赤外線が出るいうことで、うん、肉なんか美味しく焼けるんですね。焼き鳥屋さんとかな、ね、高級なお店にな、備長炭、焼肉屋さん、焼き鳥屋さん、うなぎ屋さん、うなぎ屋さんみんな使いますね。うなぎの蒲焼きもね。